ニュース23は1989年10月2日より TBS テレビをはじめとした JNN 系列が生放送している平日最終版の報道番組。番組開始から2008年3月28日までは筑紫哲也ニュース23として放送しており、初代メインキャスターを務めた筑紫哲也の冠番組であった。 2010年3月29日から2013年3月29日までは、ニュース23の名を残した新番組、ニュース 23X として放送していたが、2013年4月1日から2019年5月31日までは、ニュース23に名前を戻して放送。2019年6月3日、放送分からは、ロゴや一部表記が、ニュース23に変更され、 2021年8月30日からはニュース23に統一。本校では2008年3月31日から2010年3月26日までと2013年4月1日から放送のニュース23、ニュース23を中心に記述するニュース23シリーズの最初の番組。何度かのリニューアル、出演者の入れ替えが行われたが、畜生が2007年5月より、 入院治療に入ってからは、不定期の出演となり、同年12月、後藤健二にメインキャスターを譲る。この番組名での放送は、翌2008年3月28日で最後となった。このリニューアルより、番組テーマソングオープニング CG や番組ロゴ、コーナー名も変更となり、スタジオパートもバーチャル合成の常用を前提とした形となった。また、 最強裁量の夜ニュースをキャッチフレーズに制定した。出演者は、畜生以外の全員が続投。2008年10月改編で22時54分からのフライングスタートを廃止し、10年半ぶりに23時開始、23時54分終了に戻し、月曜日の第2部を9月29日の放送をもって廃止した。視聴率低迷は2008年春のリニューアル以降も、 続いた。2008年11月7日、前年5月から病気治療していた畜死が死去。当日のニュース23は番組冒頭から18分間にわたって畜死の死について報じた。さらに、金曜解放区では当初の予定を変更して畜死の追悼特集を放送し、鳥越俊太郎、天野祐吉、京商中がゲスト出演した。 特集 VTR のナレーションは、かつて番組の男性サブキャスターだった、サ田タ彦が担当した。その他、番組 OG の浜尾明美、有村香織、新藤明子が VTR 中で、インタビューに応じたほか、草野光代も出演こそなかったがコメントを寄せていた。この日は、特例として、金曜開放区ブロックも JNN、協定適用枠に準じた扱いとなり、実質的に、 JNN 報道特別番組として放送。普段全国ネットワーク終了と同時に飛び降りる毎日、放送などでも臨時フルネットとなった。翌週11月11日は事実上の二部構成で、バラエティニュースキミハブレイクの枠で、畜死の追悼スペシャル、畜死さんが残したもの、癌闘病500日を放送。その後22時台のリンカーンを挟み、 23時から本編という形だった。翌日11月12日の、久米宏ろのテレビってやつはでも、筑死の追悼コーナーを数分にわたり、放送、2004年3月26日の、ニュースステーション最終回後の、筑死哲也ニュース23の、多事荘論のコーナーが放送され、VTR 後、かつて、N ステのメインキャスターだった。 久米博が畜死へのお悔やみの言葉を添えつつ、畜死の思いを語った。主なコーナーネット局について、JNN 協定に基づき、原則として28局ネットで放送するが、第2部の金曜解放区とガツワンは協定対象外のために、日ネット放送局がある。毎日放送は、月曜から木曜については2008年10月から、半年間。 編成の都合で他地域より2分早い23時52分で放送終了してローカルニュースを放送した。金曜のように本編自体がカットされることはないものの番組終了時はエンディングの提供ゾーンの直後に CM を挟まずに MBS 出しのエンドクレジットが表示した。ことは夕方の総力報道ザニュースに移動。 これに付随する形で2009年3月30日以降のニュース23は30分に縮小、特集が廃止ニュースとスポーツニュースのみへと衣替えした。あいた月曜から木曜の23時台後半はバラエティ枠を編成。特例として2010年バンクーバーオリンピック期間中は放送時間を10分を延長して放送した。全場が メインキャスターとして岡山がサブキャスターとして続投。スポーツキャスターとして伊藤隆介、お天気キャスターとして森田正光が加わった。森田の出演はローカル枠での出演で、大雨被害や台風などのニュースを取り上げる際には、全国枠にも登場する。1時間時代の最後期と同様に、新聞の番組表には1行目に、 ニュース23000は高子と表記したところがある。番組開始以来初めて座席が置かれなくなり、平日昼のザニュースと同じくキャスターが起立した状態でニュースを伝えた。画面構成が簡素のものになり、当時のニュース番組では珍しく、日本人の発言の字幕がなかった。視聴率はニュースゼロには相変わらず抜かれていたが、日によってはニュースジャパンを追い抜かすこともあった。 総力報道。ザニュースの視聴率低迷での打ち切りによるゴールデンタイムのニュース番組撤退に伴い30分版ニュース23も改編の対象となり2010年3月26日をもって終了した番組の構成はニュースフラッシュ23ジャパンスポーツ23フラッシュ23ワールドローカル枠全国の天気予報の順。 ニュース部分で時間を割いたり、スポーツ23でミニ特集を組んだ場合、スポーツ23の直後に、ジャパンとワールドを一括りにした格好のフラッシュ23として伝えた。末期はフラッシュ23を統合して放送することが多かった。放送時間が少なくなったが、その日のニュースを文字ニュースでも伝えた。画面下部に JNN ヘッドラインと題した文字ニュースを 本編中常時ティッカー形式で表示。地方局取材のニュースは文末に取材局を表示し、2009年5月1日まで略称で表記していたが、2009年5月4日からは正式名称に変更。スポーツニュースだけはその日のスポーツコーナーの後、フラッシュ23ワールドの時間のみ表示した。ティッカーでは番組からのお知らせも流れる時があり、最終回には、 一年間ご覧いただきありがとうございましたという文章と翌週からのニュース 23X の開始告知文が流れた。ネット局について、テレビ山梨、毎日放送、山陰放送、RKB 毎日放送、南日本放送では編成上の都合で、金曜に限り全国ネットワークのみで番組を終了した。なお、毎日放送の場合は、 月から木曜で内報扱いになっているローカルニュースが独立番組扱いで直後に放送されるため実質的には月から木曜の放送形態と変わらなかった。RKB 毎日放送は独自のエンドクレジットの後ステブレレスで瞬間スポーツニュースに接続した。2010年3月29日から事実上の続編となる新番組ニュース 23X が開始。 放送時間は月から木曜日は22時54分23時45分の51分金曜日は23時30分翌0時15分の45分に再拡大2009年3月まで行われていた特集コーナーも再開ニュースワイド番組へと衣替えした月曜から木曜については2008年10月改編以来廃止されていた22時54分からの フライングスタートが1年半ぶりに復活した。30分版、ニュース23からは全場のみ引き続き出演。松原浩二が8年ぶりにニュースキャスターを務める。2013年春の改編により2013年3月29日をもって、ニュース 23X としての放送は終了。 翌週の四月一日からは二千十年三月以来三年ぶりにニュース二十三に戻されることになった。放送時間は月から木曜日は八分拡大され二十二時五十四分二十三時五十三分、金曜日は二千十二年度までと同じで二十三時三十分翌0時十五分。ニュース二十三 x でコメンテーターのハリマタクシー以外の出演者は続投し新たにアンカーとして キシ重シゲタダ、スポーツスペシャルキャスターとして、高橋直子が加わる。金曜日はキシに代わり、週代わりで、ゲストコメンテーターが出演する。さらに2013年9月30日からは、天気キャスターとして、国本見花が加入した。2014年3月31日より、番組が一部リニューアル。2012年度の、ニュース 23X から、 スポーツキャスターを務めていた泉舞が降板し、公認として古谷由美が加入。また、番組テーマ曲の変更や一部コーナーのリニューアルも行われ、2010年3月26日以来廃止されていたローカルニュース枠が復活した。さらに、リアルタイム字幕放送も開始された。2016年3月25日をもって、全馬、岸平全出演者が降板。 2006年9月25日からの筑紫哲也ニュース23から通算9年半にわたってキャスターを務めた全場は翌週から土曜夕方の報道特集に移動となった。また、国本は交番後しばらく TBS テレビの番組に出演してこなかったが2020年4月から平日昼の報道番組昼帯 JNN ニュースの金曜日の天気コーナーと土曜日の 情報バラエティ番組、王様のブランチ内の JNN ニュースにレギュラー出演するようになったほか、同年9月下旬からは、平日夕方の報道ワイド番組、N スタに木曜日、金曜日の天気キャスターとして起用された。主なコーナー2016年3月28日より、番組がフルリニューアルされた。全場の公認となる新メインキャスターには、 地紫哲也と同じく朝日新聞出身の星広氏が迎えられた。さらに星のサポート役となるサブキャスターとして、駒田健を、皆川玲奈スポーツキャスターとして、宇内理沙がそれぞれ加入した。また、月から木曜日の放送時間が23時翌0時10分に変更となり、23時55分を境とした二部制が取られた。 月曜から木曜の放送時間が1時間以上になるのは月曜は2008年9月以来7年半ぶりで火曜から木曜は1997年9月の筑紫哲也ニュース23以来18年半ぶりとなる。なお金曜日の放送時間は2015年度までと同じ23時30分翌0時15分のまま。なお時間移動により空いた月から 木曜日の22時54分23時には TBS でのみ、先出し、ニュース23が放送を開始したが、2017年4月時点で月曜日を除き放送を終了している。2016年1月の番組リニューアル発表時に、新キャスターとして小林優が出演することが発表されていたが、その後の3月3日に行われた。 TBS2016 年4月期番組改編説明会において小林が自身の健康上の理由により出演取り消しとなったことが明らかにされている。その後小林は2016年3月4日付で TBS を異願退職している。星が報道番組初キャスターということや進行を行うことに不慣れな部分が生じ、星の不慣れな進行を補うため、 2016年7月25日より、星の新たなサポート役となるメインキャスターとして、動物基礎展開、や、厨房ですよ、などで司会、進行を務めていた天宮東子が加入し、以降は、星と天宮、小田を中心に進行し、天宮は星の不慣れな進行を補いつつ、星に代わって、主に番組全体の進行を務める。 2017年4月3日から、後続番組、てっぺんの放送時間が23時56分よく0時55分に変更されたためあたり番組の放送時間も短縮され、第2部が廃止。全局で放送時間が統一された。これに先立って2017年3月27日に、スタジオセットが一部マイナーチェンジ、テロップ類がリニューアルされた。 2018年4月2日より月から木曜日に限り TBS 系列の22次開始番組の終了時刻を従前の22時54分から23時7分に拡大繰り下げるため本番組は従前より10分繰り下げ短縮となる23時10分23時56分に放送2019年3月29日をもって皆川が 同年4月1日から、早時、え、移動となるのに伴い降板。その後、同年6月の全面リニューアルまでの2ヶ月間は、暫定的にう大が、サブキャスターも兼任する形をとっていた。さらに、新元号となる、直前の4月29日から、月から木曜日の開始時間を1年1ヶ月ぶりに23時に、戻して放送。 2019年5月31日をもって、星時代の放送を終え、同日限りで、天宮、や、駒田、宇大は揃って降板。一方で、星は、翌週6月3日からの、ニュース23に続投となった。主なコーナー TBS では2018年4月2日から、月曜日の22時57分23時に、先出し、ニュース23からリニューアルする形で、 トップニュース先出しという単独番組を関東ローカル向けに生放送。当日の本編で最初に取り上げるニュースや本編の見どころをいち早く伝えている。2019年6月3日放送分から全面的なリニューアルを実施。一人が一人に語りかけるように、あなたと私が繋がるニュースというキャッチコピーを掲げるとともに番組のロゴや一部表記を ニュース23からニュース23に変更した。改変期から2ヶ月遅れのリニューアルであったが、TBS では同日以降も、毎週月曜日の本編直前に、トップニュース先出しの関東ローカル放送を継続している。出演者については、星をアンカーへ移動させる一方で、星以外の出演者を一新。星に代わる公認の新メインキャスターには、競合番組の 報道ステーションで2018年9月までサブキャスターを務めていた小川彩香が起用された。また、サブキャスターとして山本エリートに、スポーツキャスターとして石井田優、取材キャスターとして村瀬健介が新たに加入した。その一方で高橋直子はスペシャルスポーツキャスターとして不定期で出演を続けている。さらに、 アニメーション監督の新海誠が過去に発表した映像作品から、働く人のた日をテーマにコミックスウェーブフィルムが改めて編集した風景映像を2020年6月26日放送分までオープニングタイトルに採用。スタジオセットや字幕のデザイン、表示方法などを一新したほか、サカナクションのワンダーランドをオープニングテーマ曲、 ザイエローモンキーのチェンジズ・ファーラウェイをエンディングテーマ曲に用いていた。なお、小川は出演期間中に第一子を解任したため、2020年7月3日、放送分への出演を最後に3 0 3 5休業へ入った。小川の休演期間中は、サブキャスターの山本がメインキャスター代理を務めることに伴って、田村雅子が毎週月、日、木曜日、 上村彩子が毎週金曜日にサブキャスターを担当した。2020年9月28日放送分からエンディングテーマ曲を風をハムに変更した。また、小川は第一子の出産を経て10月19日から出演を再開。山本がサブキャスターに復帰した。2021年1月4日放送分から エンディングテーマ曲を紫の夜を越えてに変更しているが、オープニングテーマ曲には、ワンダーランドを2021年8月27日まで使用してきた。2021年8月30日放送分からは、国山、破線をメイン格のキャスターへ起用する一方で、サブキャスターの山本が村瀬に代わって、フィールドキャスターへ移動。国山、村瀬も現場取材を随時担当するが、小川、 石井、高橋はキャスターを続けている。また、社会が抱える難題の解決に向けて努力する、人々に対して、解決策を示しながら応援する、ポジティブジャーナリズムの姿勢を強化。調査報道23時や、いわゆる、テレビ離れの傾向が指摘されている、Z 世代に向けた企画を順次開始する。上記のリニューアルに際しては、TBS テレビの社員から、 バラエティ番組の制作経験が長い人物を総合演出へ抜擢したほか、TikTok にも番組公式アカウントを開設している。ちなみに、オープニングテーマ曲も同日から変更されたが、エンディングテーマ曲には、紫の夜を越えてを引き続き使用している。主なコーナー過去のコーナー微行出演者の誰かが、スタジオに不在の場合、 代役を設けずに分担し合うことも多いが、2013年度から2015年度までは代役を設けることがあった。表記はすべて JST。平日5日間の放送ではあるが、金曜日は日付をまたいで、土曜日未明まで放送が続くため、本番組が放送されない日は日曜日のみである。ドラマバラエティ番組、スポーツ中継等の拡大、特番編成により、 放送時間が変更される場合もある。番組開始当初から年末年始は特番編成の関係上放送を休止し、本番組の代替として23時代も宿泊をくれ、時代に10から15分間の JNN ニュースを設けている。また、2016年以降年内最終放送は時間を拡大し、特別企画を中心に放送している。ありがとうございます。